はい、ということで今回はワンニャン動物病院ペットのお医者さんになろうをやっていきたいと思います。あ、体験版です。はい、スタート。性別を選んでね。あ、なるほど、選べるんや。まあ女の子でもちろん。いきます。 OK。 はい、名前は、まあ、いつものごとく、どこや、いつものごとく、あゆなあゆなでいきます。 OK。 顔を選んでね。え、顔も決めれる？マジで？動物がメインじゃないのこれ。顔は、ふんふん、横の髪の毛邪魔でまつげ全然見えんや。うん、あ、これがいいな。目のカラー、ふんふん、水色かわいい、ピンクかわいい。どうでもいい。はい、あ、これピンクじゃ、パープル？なるほど。顔のタイプ、ほんわかタイプで、目のカラーはパープルで。あ、髪型変えれるやん。はい、髪型は、前下がりボブ、サイドテール、ロングヘア、パーマツインテール。じゃあ、私この前下がりボブでいくね。ふう、髪のカラー個性的。あ、ピンクかわいい。ひたすらピンクやけど、まあ、とりあえず、はい、ブラウンでいきます。OK。はい、これで決まり。いきます。やっぱキャラクターメイキング楽しいよね。あなたが好きなワンニャンを選んでね。ワンニャン。これは犬猫それぞれで選ぶってこと？じゃ、とりあえず、あ、なるほど。犬か猫かを選ぶってこと？猫、犬。よし、猫で行こう。かわいい。OK。アメリカンショートヘアか、スコティッシュフォールド。スコティッシュフォールドの短いやつよね。なんか、カラーが微妙やな。カラーがめっちゃ微妙やな。あ、めしようかな、ここは。はい、OK。好きな、あ、色も変え、違う、首輪の色。でもこれ体験版では黄色しか選べんみたいやね。じゃあこれでいきます。名前、じゃあここは、まあ、家で飼ってるももちゃんの名前をつけていきます。はい、 OK。 ワンニャン、多分製品版ではもっといろんな種類おるんやろうね、犬も猫も。あなたは今日から獣医さんになります。タウンの動物病院でたくさんお仕事を覚えて、動物たちをいっぱい助けてあげよう。さあ、一流の獣医を目指して毎日頑張りましょう。それでは準備はいいですか？いいよ。それでは出勤をタッチして早速動物病院に行きましょう。なんか部屋の感じいいね。はい、出勤します。獣医さんはね、なりたいって思ったことはなかったけん。お、第一章、獣医のお仕事始め。なんかどんな感じなんかがすごい全く予想がつかない。ここがあなたが今日からお仕事をする動物病院です。病院の中を少し歩いてみましょうか。いろいろな人がいるので話しかけてみましょう。お、行きたい方向をタッチするとその方向に移動できます。話しかけることにできる人からは吹き出しが出ています。吹き出しを見つけたらタッチして話しかけてみましょう。 OK。 どうも。あら、あなたは今日からここで働くことになったあゆなです。今日から働く新人の獣医さんですか？そうです。はい、よろしくお願いします。元気がいいですね。あ、ありがとうございます。楽しみに待っていましたよ。はじめまして。どうも、はじめまして。私はジムの夏木いちかです。いちかさん、かわいい。院内の案内をしますので一緒に歩きましょう。その前に制服に着替えましょうか。なるほど。獣医さんの制服って白衣？バッチリですね。似合ってますよ。違う、ピンクだ。行きましょうか。ピンクだったわ。はい、行きましょう。なになに、なんか説明？1階、ここはメインフロアです。受付や診察室などがあります。今日はあなたの先輩もいるので紹介しますね。お、ぜひぜひ。なんかあのマップ上に表示されとる男の人かな。あ、この人？
トさん、こんにちは。カイトさん、今日から働く新人獣医さんです。どうもよろしくお願いします。はじめまして、俺は早見カイト、君の先輩だよ。君の先輩だよ、言われなくてもわかるけれども、早くお仕事を覚えられるようにサポートしていくよ。はい、ありがとうございます。優しそうな先輩で安心しました。厳しくはしないでください。でもお仕事はきっちりと覚えてもらうからね。まあね、もちろんそれは。カイト君ってば、張り切っちゃって。お、なんだ、誰だ誰だ。はるなさん。私はきっと登場の仕方的にカイトさんが好きなんや。カイト君と同じであなたの先輩よ。いいね、この髪色いいやん。選べる中になかったぞ。よろしく、ね、よろしくお願いします。お二人ともすごく頼りになる先輩たちだから安心してくださいね。頑張ってお仕事覚えます。あまり力を入れすぎずに気楽に頑張ろう。まあね、あの命に関わることやけん、力入れすぎて失敗してもありやしね。はい、ありがとうございます。さあ、挨拶はそこまでにしておいて、そろそろ院長先生のところに行きましょうか。あ、そっか、院長先生はまだ出てきてないんよね。この病院は4階建てです。え、結構でかい。階段動物病院もそんなにでかいもんな。遠いフロアへ行くならエレベーターが便利です。なるほど。3階に行くのでエレベーターを使ってみましょう。了解です。3階をタッチしましょう。はい、3階第一入院室。やめるにしよった。はい、3階に到着。ここは入院しているワンニャンがいるフロアです。ワンニャン。治療に時間のかかるワンニャンを預かって、元気になるまでお世話をしています。なるほど。私たちはこの子たちを早く元気にしてあげるために毎日一生懸命お世話を頑張ってます。あなたも、まあ、でもいちかさんはね、してくださいね。ジムやけん。ジムやけん。お世話はしてないんじゃないかな。するんかな、わからん。はい、力を貸します。だって獣医さんですから私。ここが第一入院室。なんか顔のマーク、え、なにあれ。重病患者がおるんじゃない。院長先生、新人さんをお連れしました。あ、どうもよろしくお願いします。男の人、うん、男、寝てる。もう、ま、寝るなよ院長先生。そっか、そういう系統の院長先生ね。軽い感じの人ね。びっくりした。なんだ、いちかさんか。なんだじゃないよ、なんだじゃ。新人さんが来るって言ってあったじゃないですか。新人さんの前で速攻でちょっとよろしくない感じの態度を見てしまったよ、院長先生。しっかりしてくださいよ。そんなに怖い顔しないでよ。お、ジムの方がしっかりしてるタイプやね。君が新人さんかい。はい、どうも、あゆなです。はい、あゆなです。僕がここの院長、大沼レンジ。レンジさんね、了解。見ての通り、立派な院長として見ての通り、立派じゃないんやけど。何言ってんだ、何、ギャグ。院長、よだれ拭いてください。こっちの方が院長っぽいよ。いちかさん、せっかくカッコつけてたのに。こっちのセリフです。本当よね、いちかさんに怒られ、なんだか頼りなさそう。新人の前なんだから、もう少しお手柔らかに頼むよ。新人の前なんだから、もう少ししっかりしてくれよ。新人の前だからこそ、やっぱり同じこと言う ね。見ての通り、ちょっとだらしないおじさんですけど。だらしないおじさん、でも若そうやね。第一の獣医さんなので、いろいろと教えてもらってくださいね。本当に本当に寝ぼけながらとかせん、治療手厳しいな。こんなおじさんだけど、よろしくね。30代ぐらいな感じじゃない。30代中、さて中盤ぐらい。今日から一緒に働くわけだが、まずは初めてだから、今日は僕がついてあげよう。
サポートとしてってこと。それではよろしくお願いします。よろしくお願いします。早速お仕事をやってみようか。何するんやろう。はい、それじゃあ一緒に来てもらおうか。あれかな、入院しとるワンニャンのお世話みたいな感じかな。お、早速なんかちょっとだけ病んどる感じの。お、犬？あ、ダックスやない、ミニチュアダックス。ここは入院しているワンニャンがたくさんいるフロアなんだ。僕たち獣医はこの子たちが早く退院できるように治療だったりお世話だったりをしっかりしてあげる必要があるんだ。なるほど。でも注意してほしい。体力回復するためにね。はい。治療したらそれで終わりというわけにはいかない。いつもこまめに様子を見てあげないとダメだ。体調や様子は常に変化がある。まあね、なんか悪化するかもしれんもんね。病状が悪化みたいな。その変化を見落とさないことが大事なんだ。いいね。で、早く気がついたら、まあ助かるかもしれんみたいな。わかりました。大変なお仕事なんですね。わかりました。よし、いい返事だ。君は張り切っていこう。思いやりを持ってお世話をしていればいい。それじゃあ早速お世話をしてみてくれ。ざっくりした感じやの。はい、頑張ります。お世話。ワンニャンが気になるときはまずはケージを見てみましょう。今どれくらい元気なのかがわかる吹き出しが出ています。辛い顔になっていると体調が良くないので、しっかりとお世話をして元気にしてあげましょう。早速吹き出しをタッチしてワンニャンの様子を見てみましょう。ほい。本日入院、島次郎、プードルやった。骨折大丈夫か。かわいそうに、触って調べよう。触診ね、まずは。このお仕事を頼むよ。ワンニャンの痛いところを探して氷嚢で冷やしてあげよう。ふんふんふん。ペットの体をスライドして痛いところを探そう。痛いところに触れると手に反応が出るよ。反応が速くなるほど痛いところに近づいて得点がアップするよ。反応が出る場所で止まっている間はゲージが溜まるよ。ゲージが溜まりきったら痛いところを発見できて得点を獲得できるよ。最後は氷嚢を長押しして痛いところを冷やしてあげよう。頑張ります。ラクラクモード、初めて遊ぶ人向け、必ず注意スタンプが2つもらえるよ。おお、激ムズとラクラク。とりあえず体験版ではラクラクモードのみと。はい、行きましょう。タッチペンをスライドして丸が出る場所を探そう。丸が早く出る場所ほど痛いところに近い。今なんかもう速攻で、ここパーフェクト。え、こんなところの骨が折れとん、絶対痛いやん。はい、大丈夫かい。まあね、ずっとつけとったら今度はね低温やけどするかもしれんもんね。はい、オッケー、大丈夫。92点ボーナス入った。大丈夫かい。そんな、いや、あの骨折したところ冷やしただけでそんな飛び跳ねれるほど回復するとは思えんねえけど。体調普通になった。お、142点、すごい、この調子。あ、良くなった。一応、あ、良かった。はい、これで獣医スタンプ2個ゲット。お世話が終わるまでの時間が長いほどゲーム内に時計がたくさん進みます。テキパキと早く終わらせるとその分たくさんのお仕事ができます。あ、じゃあ回数とかじゃなくって時間なんやね。たくさんお仕事できるように頑張りましょう。どうだった、うまくできたかい。できました。で、びっくりするぐらい元気になったよ、あのプードル。完璧ですよ。自信満々か。いいね。最初にしてはよくできてる。あ、どうもありがとうございます。そのうち新人じゃないんだからって怒られるパターンやな。いい戦力になりそうだな。ふう、やったね、褒められてる。もしうまくできなくてもちゃんとみんながサポートしていくから。いや、いい職場環境だね。何も心配はいらないよ。
あの一番右におったさ、なんかめっちゃ顔色が悪かったのはどうなんやろ。すごい気になるんやけど、次そっちかな。よし、この勢いでどんどん行くぞ。次は院長先生。お、カイト君か。そろそろお昼休みの時間ですよ。うん、でもお昼休みよりも隊長の方が先じゃない？ペットたちの。おお、もうそんな時間か。さっきまで寝よったけどね。もういいけど。いや、院長寝よったけんもういいんじゃないかな。疲れちゃいますよ。確かに私はちょっと休憩しなければかもしれんけど。これから僕のかっこいいところを見せてやろうと思ったけど、まずはお昼休みに入ろうか。ってことはお昼休み終わったらかっこいいところ見れるかな。かっこいいところを見せてくださいね。情けないところはやめてくださいよ。めっちゃ言うやん、いつかさん。あんまおじさんをいじめないでくれよ。そんなに年齢離れてそうな感じはせんけどね。じゃあここからは俺が教えてあげるよ。え、私はお昼休みに入れないの？院長先生だけお昼休み。え、つら。ブラックやお昼休み。ここが2階の休憩室だよ。うんうん、あ、なるほど。教えるっていうのはそういうことね。施設的なこと。ここで過ごすかな。なるほど。このフロアには休憩室の他にワンニャンたちのしつけ教室もあるんだ。しつけ教室。なるほど。午後からは君にもしつけをやってもらうからね。ほいほい。あれ、あの体調の悪そうな子はもう大丈夫なの？ここは病院だけど院長先生がやるんだ。治療だけじゃなくしつけ教室にも力を入れているんだ。ワンニャンたちにもいろいろな性格があるのがわかるよ。それじゃこの辺にしてお昼ご飯にしようか。食べましょう。腹が減っては戦ができぬ。美味しそうなお弁当だね。いやでしょう。君は自分でお弁当を作ってるの？それは、私は料理があまり。そうなんだね。食べれればいいんだよ。練習すれば。カイトさんはお料理男子ですか？俺、実は料理が得意なんだ。意外だ。これはあれやね、教えてもらうパターンやね。全然病院関係なくなるけど。君のも作ってあげるよ。マジで？彼氏か。それとも一緒に料理する？でもさらに彼氏かやん。なんてね。さあ、絶対この人軽いわ。午後からお仕事を頑張ろう。超絶軽いわ。なるほどね。それであれやね。女の子たちが騙されるわけやね。何の話やねんって感じやけど。午後のお仕事の時間だ。はい、頑張ります。早速だけど。ワンニャンのしつけをしてみようか。はいはい。院長先生のかっこいいところはどうなった？しつけだけじゃなくお世話とかもしていこうね。俺はこのフロアにいるからいつでも声をかけてね。何？はい、しつけしなさいっていうなんか丸投げな感じ。もっと細かい指示をしてよ。とりあえず猫犬もかな。お、いっぱいおる。なんかワンニャンを撫でて落ち着かせよう。ふんふんふん。青いラインからピンクの玉がはみ出ないように早くなぞろう。最後まではみ出さずになぞりきるとワンニャンが落ち着いてくれるよ。目がキラキラしとる。かわいい。最後はたくさんワンニャンを撫でよう。慣れた分だけ得点がもらえるよ。そこはもう自由ってことかな。かわいい。はい、それじゃあ頑張りましょう。ピンクの玉が出ないように謎っていこう。ゴールまで謎ってゲージを減らそう。よし、タッチし続けてね。ん、できてます。はい、よーい、パーフェクト。はい、こういうことか。オッケーオッケー。お、ふう、ちょっと待って、できてない。はみ出した今。微妙にはみ出している。いい感じ。本当に。はいはい、オッケー。どんな撫で方。お、なれなれタイムスタート。もうめっちゃ撫でるわ。超絶撫でるわ。はい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 、
いい感じっすか。ボーナス33点。いいんかな、わからん。かわいい。柴犬。あー、眠そうね。落ち着いた。かわいい。137点。おー、なかなかいいね。あと少しで完璧だ。まだ完璧ではないか。くそ。注意スタンプ2個ゲット。さあ、しつけ終わったよ。お疲れ様。どうもどうも、お疲れ様です。できたはず、私的には。次はうまくやります。バッチリ。次はうまくやります。もうちょっとで完璧やったんよね。その息だよ。次は完成を次に生かそう。頑張ります。どんどんお仕事をこなして立派な獣医になろうな。獣医なはずなんやけど、まあ立派な獣医ね。一流のカリスマ獣医を目指します。君はなかなか期待ができそうだし。お、なんかスタンプゲットした。回答でもスタンプゲットできる。なるほどね。きっと慣れると思うよ。おー、ありがとう。入院しているワンニャンのお世話や治療などのお仕事をどんどんこなしていけば、こなしただけ成長するからね。なるほど。とりあえず数こなすことが大事ってことね。一流のカリスマを目指すには獣医ランクを上げる必要があります。ワンニャンのお世話だったり治療だったり、獣医としてふさわしい行動をしたときに獣医スタンプがもらえます。獣医スタンプを集めると獣医ランクがアップ。やったらやっただけスタンプはもらえるので、どんどんお仕事をしていきましょう。よし、今日はことはさっきの回答はいい回答やったってことかな。いえ、まだお仕事がしたいです。疲れたけどまだ頑張れます。いや、まだお仕事がしたいです。私、やる気があるのはいいことだけど、まだ初日だし。なるほど。続きは明日にしようか。どこもかしこもこんなホワイト企業ばっかりやったらね。やる気のある新人で嬉しいよ。何そのハートマーク。なんかハートマーク出てきたよ。お話をしている時に相手からハートマークが出ると信頼度がアップします。信頼度が高くなると特別なお話が聞けるかもしれません。信頼度はメニューから確認できます。あ、びっくりした。なんかそういう恋愛的な要素があるんかと思った。今日はもう終わりかな。はい、終わりました。院長先生、ちょっとかっこいいところ見てないぞ私。今日はあらかた説明が終わったので、続きはまた明日にしようと思います。うん、分かったよ。じゃあ明日からまた頑張ってくれ。頑張ります。今日は家に帰ってゆっくり休んでくれ。まあね、精神的にも肉体的にも疲れているであろうから、やっぱ新しい職場ってね。お、一気に時間が。夜。お、家に帰ってきた。初めてのお仕事お疲れ様でした。自分のお部屋では洋服の着替えをしたり、お部屋に置くインテリアを変えたりすることができます。洋服やインテリアはお休みの日にショッピングビリへ行ってお買い物をすることで増えていきますので、お給料もらったらぜひ行ってみましょう。服とか着替えてもそんなに影響なくない？だって制服やろ。向こう出勤中の楽しみみたいな感じかな。次の日に住みたいときは下画面のお休みをタッチすると時間が進んで次の日になります。ふんふん。なんかめっちゃゴロゴロしよる。着替え、とりあえずこのピンクプルオーバーしかないってことか。そういうことやね。ボトムスもデニムスカート、ソックスホワイトソックス、シューズピンクスニーカー。オッケー。インテリア、あ、なんかこういう感じでいろいろあるんや。レッドカントリーベッド、今ベッドしかないけど、そのうちこのチェスト、大きい角、テーブル、スタンドライト、いろいろ置けるようになるんやね。え、でもこの範囲だけやろ。めっちゃ狭くない？床と壁紙もある。ウッドフローリング、え、めっちゃ細かくないこれ。細かくなかった、そんなに。で、これがカーテン。イエロールームカーテン。あ、ありとなしね、これ。へぇー。そんな感じらしいです。ってことで、おやすみなさい。なるほど、こういう感じなんや。今日から本格的にお仕事が始まります。下画面の出勤ボタンをタッチすると、動物病院に移動します。体験版はここまでです。続きは製品版で遊んでください。まるで続くような感じだったけどね、今。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。
最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかいろんな動物、なんか動物の種類とかにも詳しくなれそう。これ一応あれよね、犬と猫だけよね。